雑誌の例築地刊行物とは出版物の一種で、同一表題のもとに周期を定めずに刊行される、分冊刊行物である。代表的なものに雑誌、新聞、年間がある。築地刊行物とは以下のような出版物のことである。単に順を追って刊行されているだけでは築地、刊行物とは呼ばない。このため築地刊行をされていても、当は築地刊行物とはみなされない。 モノグラフシリーズについては、括弧が独立した論文ではあるが、統一的なテーマのもとで番号付けをなされて、刊行され続ける場合は畜生刊行物とみなされる。畜生刊行物は大きく定期刊行物と不定期刊行物に分けられる。名前の通り観光技術があらかじめ定まっているものが定期刊行物であり、必要に応じて発行されて、 観光記述が定まっていないものが不定期観光物である。これらの定義にのっとり、日本において新聞は定期観光物に含めて見られるが、英米目録規則においては定期観光物から除外されている。代表的なものとしては、雑誌、新聞、年間が挙げられる。その他、などが挙げられる。ただし、こうした築時観光物であっても、ハードカバーなどによって、 しっかりとした製本が行われているものは、図書館などにおいては、図書扱いされることも多い。築地観光物の観光頻度に対し、国立情報学研究所では、以下のものに観光頻度不明を加えた18に区分している。ありがとうございます。